こんにちは、マテブログチャンネルです。今日は10月16日水曜日ですね。道の駅全国制覇の旅なんですけれども、全国の道の駅のスタンプラリーに参加してスタンプ全部集めて回ろうということをしています。それでですね、僕は道の駅に行くのに最近は高速道路利用が多いんですけれども、その高速道路、今日は高速道路でのガス欠についてお話ししますね。昨日ですね、10月15日圏央道で事故が発生し通行止めとなっていました。この事故により圏央道外回りは渋滞が発生し、一般道も非常に混雑する状況になっていました。なおですね、この通行止めは当日夕方5時30分頃に解除され、今は通行可能となっています。僕はですね、偶然この時バイクで下道なんですけれども走行していたんですけれど、高速道路上の車両が全く動いていない状況で、何があったんだろうと思ってずっと見てたんですよね。そのような突然進まなくなった場合、心配になってくるのはガソリンの残量です。ガス欠になった場合はどうなるのでしょうか。高速道路で渋滞に巻き込まれるとトイレの問題も心配ですけれども、一番怖いのはガス欠ですよね。 JAF によると2021年4月からの1年間における高速道路の燃料切れによる出動件数はパンクなどのタイヤの故障に次いで2番目に多いことが分かっています。燃料切れはロードサービスの出動理由において上位に位置しているのです。そしてですね、ロードサービスが対応が完了して走れるようになったからといってそれで終わりではないんですよね。高速道路走行中にガス欠になると道路交通法違反になります。高速道路でガス欠した場合の反則金、普通の自動車で9000円、大型車だと12000円、バイクだと7000円となります。そしてですね、違反点数それぞれ2点ということになるんですよね。高速道路でガス欠になると反則金と、あと罰金が取られてしまうというところです。罰金切られてしまうというところです。反則切符切られてしまうというところですよね。では燃料の残量が少なくなった際はどのような行動を取ればよいのでしょうか。まず最寄りのサービスエリアに入ってガソリンスタンドなどで給油しないといけないですよね。次の給油ポイントまで走れないと分かったら高速道路を降りて一般道で給油しないといけません。そこのちょっと判断難しいところなんですけれども、このようにですね、昨日の事故のように全く動かない、ガソリンが危ないという時はもうとりあえず降りるのが優先だと思います。そういったことでですね、なんとかガソリンを入れていかなくてはいけないんですけれども、もしですねそれでももう動かなくてガソリンがなくなってしまった、ガソリンが高速道路上でガス欠になった際、できるだけ広い路肩のある場所に車やバイクを停車させます。停車する際はハザードランプをつけ後続車に停車の意思を伝えます。そしてですね、三角停止表示板ですね、バイクの場合は三角停止表示板つけてる、持ち運んでる人いないと思いますので、信号シグナル売ってますよね。停止表示シグナルというのがライトが売ってますので、そういうのを携帯しておきましょう。そして安全なところに、ガードレールの外側など安全な場所に避難してロードサービスを呼びます。一番はですね、安全を最優先して落ち着いて対処することが大切となります。ガス欠になった際の対処法もさることながら、走行不能な状態にならないことが大事となります。未然に防ぐことが大事となります。高速道路に乗って長距離移動をすることがある場合、あらかじめですね、出発前に燃料の残量を把握して、給油をして高速道路に乗るのがいいですよね。不足している場合とかは途中で切れる場合がありますので、高速道路に乗る前に給油をしておきましょう。走行中もですね、残量を気にしながらこまめに給油することも重要です。燃料の残量が
まあ、半分とか、3分の1になったら給油するなどの、マイルールを決めておくと良いと思います。僕はですね、3分の1ぐらいになったら高速道路だと入れるようにしています。下道だと結構ギリギリまで走っちゃうんですけれども、さすがにですね、高速道路何があるかわからないので、まあ、早め早めに給油をしています。お盆とか年末年始などで渋滞が予想される場合は、まあ、あの給油スポットをどこで入れようかなというのを計画しておかないと、いざという時ですね、慌ててしまいますので、もうそういう時のためにも緊急時にも備えても、そういった準備をしておきましょう。またですね、ガソリン携行缶があるというところもあるんですが、最近ガソリン携行缶はガソリンスタンドでいろいろ入れてくれないんですよね。そういうところが多いので、あんまりガソリン携行缶はいい手段ではないので、やっぱりですね、ガソリンがなくならないように注意をしていくというところが大事だと思います。今日の放送はですね、高速道路でのガス欠についてお話しさせていただきました。今日の放送もお聞きいただきありがとうございました。それではまた明日。